象庁は25日来年1月から3月までの3ヶ月予報を発表しました。寒気の影響を受けやすく、気温は平年並みか低くなるところがほとんどです。特に1月は厳しい寒さとなりそうです。また日本海側では降雪量が多くなる見込みです。ではまず気温の予想から確認していきましょう。1月から3月の3ヶ月間を平均すると、北日本や沖縄、奄美ではほぼ平年並み、また東日本や西日本では平年並みか平年よりも低くなる予想です。1月は寒気が流れ込みやすくなります。沖縄を除いて平年よりも低い気温となり、厳しい寒さとなりそうです。また2月以降、北日本は寒気の影響を受けにくく、平年並みか高くなりますが、東日本や西日本では引き続き寒気が流れ込みやすくなります。平年並みの寒さとなりそうです。では続いて降水量を見ていきましょう。3ヶ月の降水量は北陸で平年並みか多い予想となっています。1月は冬型の気圧配置になる日が多く、日本海側で降水量が多め、2月も寒気の影響を受けやすい北陸ではやはり雪が多くなりそうです。沖縄や奄美は湿った空気の影響を受けにくく、降水量は平年並みか少なくなる見込みです。その他の各地の降水量は平年並みとなりそうです。なお降雪量は日本海側の各地で平年並みか多く、北陸では平年よりも多い予想となっています。ここ数年雪の少ない年が多くなっていましたが、この冬は先日すでに北陸を中心に大雪となり、年末年始にも大雪が予想されています。その後も寒気の影響を受けやすい見込みです。今後も雪への対策はしっかりと行うようにしてください。